加藤さん、西野さん、本日はどうもありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします、はい、アーティストトーク第3弾ということで、グレープス北参道から送らせていただくんですけれども、加藤さん、はい、本日は、はい、ご友人の西野達さんをお招きいたしまして、はい、楽しいトークをさせていただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず最初にお聞きしたいんですけれども、どういうあれでお二人は知り合われたんでしょうか。まあ僕たち同じギャラリーで仕事してることがあって、うんうんうん、それでまあ知り合ってだんだん仲良くなった感じですね、うん、はい、詳しくは多分西野さんは覚えてる、まあ、ギャラリーのなんか飲み会、昔の一緒だったギャラリーで飲み会がまあ時々開かれても当然、はい、でそこでまあ知り合って、でそれから結構付き合いがずっとなくて、うん、ベルリンで一緒にね飲みに行ったりとかなんかね世界中で飲んでんだけど、なんかちょこちょこあって、そう、そうなんですね。ベルリンの時は面白くて、うん、ゲーバーね連れてかれて、いやいいのそれ、いやいやその話かもう結構ねすごいすごい被害、2人ともすごい被害あったんです。そう、やられてはません。やられてはいないんですけれども、うん、でもだいぶ寸止めぐらい。寸止めそうか、やっぱりクリエイターというのはどっちのあれですね、タイプにしても好かれるということですね。まあ、うまく言えばそう。日本人は好かれますからね。あ、そうなんですね。そっち系の人にね。そういうことなんですね。やはり優しいとかそういうことなんでしょうかね。いや、わかんないですけどね。うん、そのがちょっと、まあ、優しいのかもしれないですけど。はい、うん、ヨーロッパの男性に比べて女性的とか、なんかそういうのあるのかもしれないけど、そういうことなんです。別に俺らが好きで行ったわけじゃなくて、連れてかれたんですよね。はい、まあね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 、何笑ってんの。涼子さん、ちなみにお二人が飲みに行かれるときとか、どういうお話をされるんですか。まあ下品な話しかしない。下ネタばっかりですよ。下ネタ。基本的にね。うん、3年に1回ぐらいアートの話するから。いや俺の中では今日で2回目なんですよ。アートの1回別府で2018年かな、はい、で展覧会やった時にゲストとしてトークのゲストとして来ていただいて、はいはい、でその時が俺の中では初めて加藤泉とアートの話をした。その前は以前はまあしょっちゅう飲んでるんですけど、一度たりともアートの話をしなかった記憶があるんですけどね。そうなんですね。だからすごい今日はすごい緊張してる。そうなんです。でも素晴らしいグレープス のワインがございますので、はい、ぜひそれで、少し気を楽にしていただければと思います。そうしましたら、前回は加藤さんにもご質問させていただいたんですけれども、まあ、コロナ禍の生活ということで、生活もしくは制作活動に変わったことがあっただろうかということで、で加藤さんに、ね、お聞きしたときは、まあ、あんまり変わらないとおっしゃりつつも、うん、やはり日本から出られなくなったということで、まあ、世界転々としなくてよかったので時間ができたと、うん、で、まあ、趣味のプラモデルということで、まあ、それが、まあ、作品にも、ね、なったということなんですが、西尾さんの場合は。いや俺の場合は、まあ、その屋外で展示することがほとんどなんで、はい、だからまあコロナになって海外にもちろん出れなくなったんで、うん、屋外でやることももちろん今は全く不可能なんで、はい、まあ、国内でも屋外でやることそういう話は来ないんで、だからまあ、うん、そういうふうにして、まあ、そういう逆境マイナス点をプラスに変えようと思って、はい、今は絵を描こうと思ってるんですよ。あ、いいですね。俺もともとはむさびで、はい、絵画だったんで、はい、それでまあ時間ができたらまた絵画やろうって昔から言ってたんですけど、うん、本当に今その時間ができたんで、はい、で今そのスタジオのある熱海で今始めようとしてるところです。絵を描いて、それプラス今まで屋外で巨大な作品作ってたんだけど、うん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 、それ もう今さっきも話したみたいに、はい、コロナで難しいんで、リサーチとかもできないんで、うんうん、でまあスタジオにこもって、今まで1回もやったことないんだけども、はい、まあ、スタジオにこもって絵を描いたりとか、はい、ある商品を作ったりとか、はい、っていうことを今やろうかなと思ってるんですけどね。商品ですか。だから今まで俺、屋外の作品って今までまあまあ、ある程度やってきたと思うんですけど、自分の中でも、はい、多分美術史を変えたと思ってるんですけども、変えられました、まあ、天才の一人なんで、はい、うん、だからそういうのはまあ一応ある程度やり尽くして、うん、やり尽くしてはいないんですけど、まだいくつかアイデアあるんだけども、はい、でもとりあえず、まあ、コロナっていうこともあって、はい、とりあえず今は、うん、その生きているうちに、ただ西野達は屋外のでかい作品作ってただけで、頭のおかしな作品作ってただけじゃなくて、はい、絵画とあと商品でも、
美術史を変えるような作品を作りたいなと今思ってて、それで今から取り組んで来年の夏以降にそれをギャラリーで発表しようかなと思ってますけどね。素晴らしいですね、そうしますと今はキャンバスとか絵の具とかそういうのを揃えられているという。そう、買って、はい、大量に買って絵の具も大量に買って、まだ封を開けずにそのままビニールに梱包されたままアマゾンで届いてそのままなってる状態。アマゾンで買ってるんだね。そう、アマゾンで、そう、アマゾンで送られてきてそうなんですね。いや、でもその、全く限られてる。いやいや、まあ、これからねテーマも決められて、はい、で作っていかれると思うんですけども楽しみにしております、うん、楽しみにしてください。はい、はい、どのカメラですかね。いっぱい映ってる。あ、そうなんですよ。楽しみにしてください。はい、素晴らしいです。ありがとうございます。ちなみにその、まあ、コロナっていうことを考えますとね、結構やはりその人間のやっぱりその利便さのために、まあ、どん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 何でしょうか、都会を広げていって、でまあ、通常まあ、動物間でしかうつることないウイルスが、まあ、人間にもうつったということが、うん、まあ、コロナの発症ということになってくると思うんですけれども、まあ、そういう中でやはりまあ今後我々が考えなくちゃいけないのっていうのは、まあ、自然との共存なのかなとかと思うんですが、うん、まあ、西田さんどちらかというともう都会の中でいろんなものを作っていらしている中で、うん、その辺ってどういうふうにお考えになるのかなと思って、まあ、俺昔からもう自然が嫌いだって言い続けてる人間なんで、うん、だからまあその自然 とあの人間の共存っていうのは俺の中では多分アーティストとしてはあんまりないですね。なるほど。でも、まあ、そうやって言うとちょっとおかしいかもしれないけど、うん、つい本当に、3,4 年ぐらい前から、はい、自然の中での作品も今作り始めてるんですよ。例えば俺の作品って1回展覧会やって、それで、まあ、2ヶ月3ヶ月展示してその後、まあ、解体されて、はい、もう撤去されるんですけども、うんうんうん、で今まで世界に残っている作品が3つぐらいあるんですけども、はい、でまあ、フランスとナントとあと日本だったら、うん、まあ、中目黒のパビリオンでの、はい、まあ、レストランなんですけど、はい、でもう一つはつなぎっていう熊本につなぎっていう、まあ、小さい町が、うん、でそこの森の中に生きた木に仏像を彫るっていう作品があるんですよ。あ、素晴らしいですね、はい、でそれは、うん、まあ、この間の今年の1月2月で展示ギャラリーのアノマリでやった時、はい、もう展示したんですけど、それはもうそこからもう、はい、もう根ごともう持ってきてそのギャラリーの中に運び入れて、はい、まあ、展示したんですけど、うんうん、で、まあ、生きた木に仏像を彫るっていうそういう、まあ、作品もあるんですよね、はい、自然と一緒に、はい、自然を使った作品もあるんですけど、はい、でもそれは全然自然の共存じゃないんです。そうね、なるほど。グリーンピースとかに怒られそうだ、ね、怒られそうなんです。だから生きた木に生きた木に、ね、もう枝をひどいひどいだからもうガンガンもう生きた木に傷をつけて、それでしかも抜いて持ってきた、抜いて持ってきた。なるほど。それってあれですかね、やはりその自然というものとの対峙みたいなところで、ね、やはりそこで の人間として主張を出していくっていうことなんですかね。ね、なんかね、うんうん、まあ、昔からあんまり、まあ、自然の中、うん、例えば海に行ったりとか山の中行って、はい、まあ、1週間ぐらい過ごすって、うん、多分すごい楽しいと思うんですよ、はい、でも自然の中でずっと住むっていうのは多分俺無理だと思う。うん、なるほど、うん、退屈なんのかな、もしかしたら。でもそれは面白いですよね、うん、本当は加藤さんもねこの間おっしゃってましたけれども、うん、まず一つはやはりまあ、島根というところでにおいては、まあ、ある意味ではいろいろ忙しいっていうのはあるけれども、そう、自然は忙しいよね、うん、やることがいっぱいあってね、うんうんっていうのがありましたよね、うん、でもあとはそのメキシコで、ね、個展をされた時にあまりにも自然っていうのはある意味では完璧なので、そこでじゃあなんかアーティストが何か他に作るものってあるのかなっていうことも、うん、そうそう、だからまあなんか いらなくなるっていうか、うん、別にプロフェッショナルやらなくて、うんうん、趣味でなんかね流木でなんか作るとか、うん、その幸せでいいと思うんだけど、うんうん、やっぱなんか困ってないからさ、そのすごいいいとこすぎて、うんうん、なんかあとは必要ないっていうかね、作る理由がないみたいな、ない、うん、文句がないみたいなことになって、ということはやっぱりアートを作るっていうのはなんかある意味で心の拠り所みたいなのを作っていくってことなんですかね。心の拠り所はまあ全然違うと思うんだけど、うんうん、なんかでも基本的にそのなんつのその、うん、文句がないと、まあ、うん、なんか言いたいわけですよ。なんかね、赤ちゃんが泣くみたいな、おぎゃって泣く、なんかもう、
よく伝えられないから、うんうんうん、とりあえず泣いて、はい、腹が減ってるのかうんこしてるのか分かんないけど、うんうんうん、とりあえず泣いてみるみたいな、うんうんうん、なんかそういう衝動みたいなのが、うんうん、やっぱハッピーなところだと非常に生まれにくいっていうか大人として、なるほど赤ちゃんだったらもう泣くとかね、うん、すると思うけど、はい、言葉も喋れて、うん、結構自分で何でもできる人が、はい、そういうところでなんか声を高らかに、うんうん、うわーって言いようがないとか、うんうん、いや言う必要ねえなみたいな感じになるとかね、あれですだからアートってある意味だから文句ではないかもしれないんですけども、何かやっぱりあの物申すっていうような部分がなんか言いたい、まあ、現代アートは多分、ね、特にそうなってるかもしれないですよね、うんうんうん、俺はとにかく、まあ、さっきの自然の話から言うと、うんうん、その人間の作った失敗作とか不自然さとか欠点を見るのがすごい好きなんですよ、はい、欠点を見るというか人間が作って一生懸命考えて成功しなかったかもしれないんだけど、一生懸命考えてなんとか自然と対峙するような素晴らしいものを作る努力の中から生まれる何か、それは成功する失敗する関係なくてそれが見るのがすごい好きなんで、だからね自然の中いるとそれが見えないんです。もしかしたらね、あの自然の科学者かなんかが見たら、うんうん、自然の中にも欠点があるってなんかあるのかもしれないけど、うんうん、でも俺の中にはやっぱり人間なんで目に見えてるなんかそういうこれはどうしてこういうデザインになったんだろうとか、うんはいうん、そういうのを見るのがめちゃくちゃ好きなんで、うんうん、だからね俺自然の中にいると面白くないんですよ。なるほどね、うん、あるだから人間可能性を追求していくっていうことはやっぱりその自然での中ではないってことなんですか、ね、俺はそうですね。だから自然と人間って共存するもんじゃなくて俺対峙するもんだと思ってる、うん、なるほど、ええ、なるほど、そういうことですね、うん、ありがとうございます。俺の意見ですけどね。あもうありがとうございます、はい、うん、でも多分加藤さんもねそういうふうな形で、まあ、俺はね対峙っていうか、まあ、めんどくさいからあんまり自然にたまに釣り行くぐらいだけど、うんうん、結構言ってんじゃないの、まあ、まあまあまあ言ってんだけど自然の一部みたいな感じだね、はい、なんか俺は全部自然だと思ってて、そのまあ西田さんが言ったことはもう重々よくわかる、うん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 、でもまあなんかその辺はまあなんか人それぞれでね、うん、いいんじゃないですかね。そうですよね、うん、あんまりこうだっていう話じゃない気もするしね。おっしゃる通りだと思います。なので本当加藤さんがおっしゃるその自然の一部っていうのは逆にその自然の一部の中で何かを生み出そうとした時にその自然だけではなくて何かやっぱり疑問が湧くものが、まあ、いやだからアートは人間がやってることだから人間しか属してないんだよ、うんうん、猫とか犬とか鳥とかアートミスだって何の反応もないじゃん、うんうん、まあ、象とかあるかもしれないけど、あ、象描きますしね、うん、だからそれが西野さんとかは多分耐えられないんだよ。なるほど。だってつまんないじゃ分かんないとこでミスだって、うん、なるほどなるほど、そういうことですね、うん、あとやってることもこっちがやってることも分かんないよ、うんうんうん、もうそれはちょっと寂しいじゃない、ね、不毛っていうか、確かにそうです。アートとか、まあ、みんなそういう日本の文化活動もみんなそうかもしれないけど人間が作ったものが見えてるのはやっぱりね、うん、楽しいなと思うんですけど、なるほどね、でもすごいだから人間がお好きですかね。人間はもちろん好きですよ、うんね、うん、もう喋るのも好きだしね、はい、うん、ありがとうございます、じゃあもう今日はもうどんどん喋っていただければ。ワインも好きなんでちょっといいですか。すいません、ワインお願いします、はいはい、ですね、ではですね次の質問でですね、まあ、加藤さんにもお聞きしたんですが、美大を目指した理由というところで加藤さんシンプルに東京に出たかったそう、ね、あ、西野さんの場合はどうで。俺はまあ一応5歳ぐらいの時からもうアーティストになりたいっていうかアート大好きだった。アートって、まあ、その時は別にアートって言葉知らないんだけど、まあ、絵を描くことが好きだったん で、いろいろな、まあ、習い事やってた、習い事をやらされてたんだけども、はい、うん、でも唯一自分でやりたいって言ったのが、うん、まあ、絵を描きたい、絵画教室に行かせてくれっていうのが唯一、はい、でそこからまあずっとここまで来て、うん、来てるんで、まあ、自然とこっちの方に来たって感じですよね、はい。でもそれは本当にブレずにじゃあずっと5歳の時から、ね、役者になりたい時期はね、半年ぐらいあって浪人中19歳ぐらいの時かな、一応そういう教室も教室というかそういう学校行ったりとか、はい、うん、役者になりたい時が、半年ぐらいあって、そうだ小学校の6年ぐらいの時に、はい、建築家になりたい時期も半年ぐらいあって なるほど。そう、あ、でも一応全部クリエイターってやつですね。あ、もちろんそれは変わらない、はい、うん、変わらないと、そう、うん、でもちなみになんで役者だったんですか。いや、役者になって有名になりたいって、そんな、もちろんとっても大事です、うん、はい、あれですね、加藤さんはね、本当に30歳の時にも本当ペインターになると決められたと、まあ、僕はちょっとね、やっぱ成長が遅くて、うん、あんまり自覚ないまま素朴に育ちすぎちゃって、はい、まあ、
宮下さんはもう極端に5歳って、うん、歳ね、早熟すぎるぐらいですよ。確かに。でも俺も高校生以前記憶ほぼないの。5歳でないの。5歳の時は記憶あるの。あ、そうか、そのそっから高校生なんかほぼ記憶ない。なるほど、なるほど。なんとなくでもありますよね、なんか怪しい。記憶が怪しすぎる。天の声が聞こえたのが5歳の時で、その後いろいろとやっていてということですね。なるほど、ありがとうございます。で、西野さん、あの美大はね、加藤さん美大に入られて、音楽がね、やっぱりなんかあの主になってたってことをおっしゃってたんですけど、西野さん美大楽しかったですか？めちゃくちゃ楽しくて、多分人生で多分その入学式のその初日ぐらいが人生で一番楽しいうちの1日の一つ。あ、そうなんですね。もうとにかく変な連中が、今の美大よくわかんないんですけど、とにかく変な連中ばっかりいて、もうとにかく、あ、むさびなんですけどね、もうとにかく変な連中がいて、それで、まあ俺ももともと変な連中の一人なんで、もうとにかくブラックリ、あの小学校とか中学校ブラックリストに載っててっていうぐらいなんで、まあちょっと変な連中な人の一人なんだけど、で、だからいつも完全にこう浮くんですよ。あの人には好かれるタイプらしいんですけど、まあでも浮くんですよ、どこ行っても。でも、美大に入った、むさびに入った時に、もうとにかくそういう浮いてるやつばっかりなんですよ、周り。なるほどね。それがすごく楽しくて、なんか本当にここに来てよかったっていう感じ。なるほどね。むさびでよかったっていう感じ。他の大学は芸大とか、あの玉美とかよくわかんないですけど、でもあれですよ、やっぱり日本ってどっちかというとやっぱりあの単一民族だし、なかなかその多様性をね、受け入れる場所とか、そういうメンタリティっていうのが ないので、ちょっとね、あの私も自分でもそう思うんで、ちょっと浮いてるかなっていう。そうなんですよ。でもこうやってちゃんとね、なんかこんな司会なんかされてるね。テレさんめっちゃ変わってるよ。あ、そうなの。まあ俺さっきは知り合ったばかりなんでちょっとわかんないですけど。いや、すごい変わってる。あ、そうなの。いや、変わってるんですよ。だからこうやってちゃんとやれるってすごい。まあこういうこともできるけど。一応やっぱりあのこうやって多様性のある場に私も身を置こうと思いましたねっていうことはありますよね。でも加藤さんも変わってらっしゃいます？俺は多分ね、アーティストの中ではすごい普通ですね。違う、絶対違う。加藤さんはすごい変わってる。あ、変わってる。俺ださっきの話だけど、あのなんいつ加藤さんと知り合った時、あ、だから昔の美大の、ごめん、あの昔のギャラリーで、はい、飲み会、加藤さんって常になんかみんなと騒いでるんだけど、どっか端の方に一人でなんかポツンとして、そう、喋らずに、あ、そうだっけ、そう。俺のイメージ、え、なんだろうな。そう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 。でも面白い人だと思ってたから、それまあ俺はまああの話したんだけど、結構なんかみんなとちょっと違うところにいるっていうイメージがあるの。今は分かんないよ。こんなね、でも体制したから。今もそうかもね。うん。だからね、あんまりやっぱりいっぱいの人と喋るのとか、まあ今でも営業とか嫌いだしね。営業するアーティストっているの？いや、いるよ、中にはね。いるの。あ、でもそうですね、まあ、加藤さんそうかもしれない。なんかね、一人が楽って思ってるね。俺の中でたまに西野さんみたいな人と飲むぐらいがちょうどいいっていうか、あんまりみんなとワイワイはやっぱりあんまり日常三次的にはしたくないっていうか、ね、加藤さんと喋るとだいたいよく喋るの、二人よく喋る、よく喋る。でもみんなとなんか、あの飲み会とか行くと、いや、そうでしょ、西野さんもそうじゃん。あ、西野さん喋るな。俺喋ってると思うけど、加藤さんはなんかちょっとみんなと違うところにいて、なんかね、真面目そうな感じ、難しい人に見えるわけ。あ、なるほど。で、話しかけるとよくベラベラ喋るから、だからそんなに難しい人じゃないから、だからそういう感じ。黙ってるだけ。え、黙ってるだけ。なんか2人が漫才コンビ組んだらすごく売れそうですよね。ああ、でも飲むと漫才みたいかもね。なんかよく、まあよくっていうか、まあ外国でベルリンとかで飲んだりすると大体怒られるもんね。なんか声大きくてね。声大ともきが。そうなんですね。そうそうそう。外人に怒られる。うるさいって言って。いやいや、でもなんか本当にでも2人のあのなんか。で、合同展覧会とか見てみたいですね。ぜひあの実現していただければと思います。で、西野さん、そうすると、まあ日本で、まあ、美術勉強され始めて、そこからドイツに行かれたんですか？そうです、まあ、武蔵野美術大学、卒業してないんですけど、まあ、修了みたいな感じで、それでその後、まあ、六本木あたりで、まあ、あの辺でちょっとうろうろしてて、はい、あんで遊んでて、それで、
もともとさっきも話したけど、まあ、5歳ぐらいの時から、うん、まあ、あの美術の、なんでそこで笑うの、真面目な話で、でその時ぐらいから、あ、違う、ごめんなさい、5歳ぐらいの時から、まあ、なんか、まあ、あのそっちの 方向に行きたいなと思ってたんで、はい、いや、六本木でブラブラ遊んでちゃダメだってことで、あ、なるほど、そう、ちょっと、自分で自戒のね、みたいな感じだったんですかね。そうそうそう、それで、で、まあ、あのその時実はね、なんでその遊んでたっていうか、はい、なんでアートからちょっとだけ、その半年ぐらいちょっと、あのやってない時があって美大を修了した後、それなんでかっていうと、はい、うんうんうん、ミニマルアートに入っちゃって、なるほど、で、うん、あの例えば耳ばっかり作る人、三木富雄だけか、 あ、うん、あの辺が好きになっちゃって、うん、あとジャットとか、それ六本木とどうつながるんですか。全然つながんない、あ、そう、全くつながんない、だから最初に、あの三木富雄とかドナルド・ジャットに行って、そこからわけわかんない、アートがわかんなくなっちゃって、それでちょっと休憩っていうか、まあちょっと遊び方向に、それ六本木、六本木国分寺とかじゃなくて、六本木、ダメ、六本木ないとダメ、非常時でもなくて、ダメだ、非常時ダメ、ダメ、非常時ダメ、好きだったけどね、うん、で、それで、何話そうとしてたんだっけ、それで、ですね、そうそう、それで、うん、要するにミニマルアートって、はい、発展させようがないんですよ、うん、ミニマルだから、うんうん、だってドナルド・ジャットを発展させようってどうやってやるんだよ、全部削ぎ落としていくのがミニマルですよね。 そう、はい、それで俺らと困ったなと思って六本木で遊んでたんですけど、なるほど、そう、なるほど、で結局六本木はまあまあまあ半年1年ぐらい遊んでて、はい、それで、うん、お金がないのにどうやって遊んでた六本木、それは秘密です。あ、そう、そう、うん、それは、うん、まあ六本木とちょっと関係あるんですけど、はい、シークレット、はい、それで、うん、その後に、あ、これじゃあちょっとね、俺の小さい時からの夢がちょっと違うなと思って、はい、それで美術史をあの元からちょっと勉強、うん、本物を見て、あの本とかじゃなくて、本物の作品を見て美術史をまたおさらいした方がいいんじゃないかなと思って、うん、それで、まあ、ヨーロッパに行きたいと思って、どこでもよかったんですけど、うん、はい、それで、あのいろいろな人に聞いて、うん、会う人にどっか、うん、あのヨーロッパはどっか行きたいんだけどって話をして、うん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 、で、まああのその時、渋谷の駅ビルの中にあのクロード・モネっていう美容室があったんですけどそこ笑うとこじゃないんだけど、まあいいや、すいません、うん、そう、クロード・モネがあって、そう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 、そこで、ね、神木さんっていう人、神木さん聞いてますか、で神木さんっていう人がいて、はい、あの髪の毛切る人ですけどあ、本当に神木さんっていう名前ですか。そう神木さんっていう人、神木さん、そう何ですか、バラートみたいな、全然ない、はい、そう、でその人に美容室に行くとさ聞くじゃないですか、あの最近何やって、あの美容師さんが、はい、あの何やってんのみたいな、そうで、資料ってのお話をね、話をね、かけてた、そう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 、最近元気、はい、みたいな、で俺が、はい、その髪の毛切りながら、あのいやちょっと今あの外国にヨーロッパに出たいと思ってるんですよって、はい、で他の人に聞くみたいな感じで、どっかあのどっかあのコネクションありますかとか、まあ、どっか知り合いありますかって聞いたら、はい、あるあるって、はい、でドイツのジュッセルドルフっていうところの寿司屋の皿洗いで、はい、今人募集してるよ。なるほど、すごいですね、うん、皿洗いの募集が日本、ドイツのものがね、日本で募集され、ね、なるほど、はい、はい、うん、でもそれがすごく有名、今言っちゃダメなのかもしれないけど、その時ヨーロッパで唯一ミシュランの星がついてた。あ、そうなんですね。もうめちゃくちゃ有名で、まあ、そこの社長さんの伊藤さんっていう、全く頭のもうめちゃくちゃな人がいて、なるほど、まあ、それ話すると、この全然アートと関係ない話になっちゃうんだけど、はいはい、でまあ、そういう人のところで、まあ、とにかく、まああのまあ、伊藤さんはちょっと置いといて、はい、でそこで行って、そこだと、まあ、3食食べられて、はい、で住むところも保証されてるから、はい、でそこで、まあ、あの何仕事しながら、寿司屋の皿洗いしながら、はい、それで、まあ、その日曜とか、あるいは夏休みとか、はい、あり。で時にまあイタリアとかまあギリシャ回ってちょっと本物の作品を見ながらちょっとまあ勉強しようかな、勉強というかおさらいしようかな、美術史をおさらいしようかなっていう感じで考えて、まあ本当にその話を聞いて多分ねもう1ヶ月とかもう本当に両親に言わずにもうすぐもう行っちゃった感じ。すごい行動力というのでもあのついてからご両親の方に一言は、ね、そう電話して、まあ、今ドイツにいますので、うん、すいませんちょっと美術史を勉強します。そう、まあ、そこまでは言ってないけど、はい、うん、まあ、絶対行く前に言うと絶対親父に怒られる、あの反対されると思って、なるほど、それでまあ行ってからって感じ。それはどのくらいの期間結局されたんですか。それは最初の契約は確かね、半年だったかな、1年か、ちょっと忘れちゃった、半年か1年、うんうんうん、そうなんですね。でそこからじゃ あのまた大学美大行かれて、
でデビューもじゃあドイツですね。ドイツでされたっていうことですよね。でもそのドイツ、まあ、海外でそうやってデビューをしていくとか、やっぱり海外って、やはりそういう何でしょうか、いろんなものに触れて、行く、そこで制作をしていくっていうのはやっぱり日本人のアーティストにとって大事なことなんですかね。まあ、さっきも話したけど、話したかどうか分からないけど、とにかくドイツに行ったりは別にそこで制作するためにじゃアーティスト活動をするつもりじゃ全くなくて、とりあえずなんかそのちょっとミニマルアートにはまっちゃって発展しようがないから一応美術史のおさらいをしたくて行っただけなんで、全然アーティストの活動するつもり全くなかったんですよ。美大に入り直すとか、あるいは作家デビューするとか全然全くなくて、ただまあ寿司屋のバイトしながらちょっとヨーロッパ回ろうかなみたいな感じだったんですけど、まあ、ジュッセルドルフって、まあ美術系の人は知ってると思うんですけど、まあ、すごい世界的に有名な美術大学があって、めちゃくちゃ有名な美術大学があって、でそこがある、まあ、そこにそれの存在も知ったのも、まあ、行ってから後なんですけ ど, どでもそこにいる、このその町にいることによってそこの美大の日本人の学生に会ったりとか、もちろん なんとなくつながりが出てきて、でじゃあ西野ちょっと受けたらどうみたいな、そんな感じで、まあ、美大に奈良さんもいたの。奈良もいて、その時、奈良義朝もいて、それで奈良は俺の行った後の1年後ぐらいに来たんだけど、ね、あ、そうなの、でも奈良さんが先行ってた、先行ったけど俺は、まあ、寿司屋のバイト寿司屋のバイトで、あ、この話言っていいのかな俺この間奈良にトークした時に言っちゃダメな話といい話があったんだけど、言っちゃ話、まあ、いや、どっちがどっちも、ちょっとそれは分かんなくなった。それは分かんなくなった、ちょっと言わない話、でも、とりあえず奈良党は同時期にドイツに、デュッセルドルフにいて、で奈良はペンクの、クラスに入って、それでやって、で俺の場合はデュッセルドルフ落ちちゃったんで、はい、まあ、落ちちゃって、まあ、本当は落ちてないんですけど、まあ、他の、ヨゼフ・ボイスが作った美大に行って、でミュージシャンの美大に行って、はい、まあ、そこで、まあ、美術学生、美術大学 の、まあ、学生をまたやり直すみたいな感じで、そこから、まあ、ドイツでアーティスト活動がまた再開されたみたいな、そんな感じですね。そうなんですね。まあ、加藤さんもね、本当今海外で個展を結構やってらっしゃると思うんですけども、やはり海外で活動するっていうことはやっぱり加藤さんにとって大切なことですか。まあ、だから日本だけでアートやってる方がやっぱり不思議じゃないですか、アートって世界中にあるから、別に世界中である方が普通つうか、って僕は思ってるけどね。逆に日本がすごく海外で仕事するようになって、まあ、僕は西野さんみたいに海外で勉強したいとかだいぶ行ったこともないし、ぐらいまで日本から出たことなかったんで、普通に思うのは、今海外とかで仕事して思うのは、やっぱり日本はすごい特殊、特殊だよね、ものすごい特殊、まあアートもそうだし、いろんな習慣もそうだし、なんかあらゆるところがだいぶ特殊と思いますけど、その点だけでも若いアーティストには海外にとりあえず出てほしいよね。だから海外っていうか、まあ世界が、別に世界は同じじゃないけど、だいたいね、なんかアートだったら大体こういうのが普通じゃないけど、こういう風になってるみたいな、まあ海外で仕事したりすればなんかちょっと分かるんですよ、経験すると。誰でもそんな別に、そういうのがやっぱり日本だけにいると分からないから、それで、まあそういうの分かった上でやっぱり日本だけでやるっていうんだったらありだと思うけど、知らずに何かのイメージだけで日本だけでやるのが正しいとかいいとかいうのはなんかちょっとどうかなと思うけどね。なるほど、知ってからだったらいいと思う。そうですね、まあ、分かりました。ちなみにその、ね、今おっしゃった日本が特別って、どういうとこが日本が特別なんですかね。まあ、価値観がもうとにかく全然違うよね。なんかまあ、もうそれこそすっごい話しちゃうよね、そういうこと言う、そういうのはもう一晩とか全然、例えば24時間で切り替えますから例えば、まあ、美術だ、例えばじゃあ広くなっちゃうから、例えば美術だけの話になると、例えば、その何、文化のレベルが、文化の認知度のレベルがあまりにもひどいとかさ、低いとかね。海外だったら、例えばドイツで、コロナになりました、でコロナはもう文化は守らなくちゃいけないもんだ、っていうことをもう宣言出して、政治家が、そうですね、それでもうすぐもうアーティスト、文化関係者にもうみんな金、
あ、うん、お金ってそういう意味だったじゃ、ちょっと変なんだけど、とにかく生活が苦しい、うん、あのアーティストにすぐお金を支援します、はい、もう最初の時点でメルケルだけが確か言ったはずだと思うんだけど、うんうんはい、文化は人間の生存に必要なものだってもう、はい、バーンと言ってるわけ。おっしゃってますね。だから本当にでもドイツ人は本当にそう思ってるの、はい。それは格好とかじゃなくて思ってるよね。思ってるのよ。特にドイツ人そう思ってる。ドイツ人はすごい。だからドイツ人と日本人ってすごく時々すごく似てる。あ、よく似てるって言われるんだけど。似てるとこもある。ある。すごく時間にあの、うんうん、あの何細かいとか、はい、あと清潔好きとか、うん。それは本当に世界まあ、うん、加藤さんの世界も合ってないかもしれないけど、うんうんうん、でも世界も合ってて、うん、本当にその時間に正確のと。うん綺麗好きっていうのはドイツ人と日本人はまあ双璧だと思う、うん、でも、うんうん、それで日本人とドイツ人は一緒だとかさ、うん、似てるとか絶対言えなくて、うんうん、文化に対する文化に対する考え方っていうか、うん、認知度っていうか、うん、その重要度っていうのは、うん、まあ圧倒的に違うよね。そうなんか日本だけ違うよねやっぱり。あ、日本だけはそう、そういう意味で言ったらドイツと比べなくてもいいけど、まあ、ドイツとか普通っていうか、うんうん、ドイツ以外の先進国、うん、とか、まあ、別にね僕らアジアでも仕事しますけど、うん、アジアでも、うんうんうんやっぱそこそこの、別に俺たちが偉いわけでもないけど、うん、そこそこ職業として、うん、あ、こういう仕事やってるんだ、うん、なかなか頑張ってんねとか、うん、なかなか慣れない仕事だねとか、うん、ちょっと、うん、ミュージシャンまではいかないけど、はい、ちょっとリスペクトあるけど、はい、日本はない。そうなんですかね、あんまり俺だったら名乗れないもんやっぱり芸術家って、うん、その俺のマンションの人とかになんか面倒くさいんだもんねそこと言うとだから自営業っていう。あ、俺も自営業っていう、うん、面倒くさいでしょアーティストってアーティストっていうとこのミュージシャンの、うん、日本の場合ミュージシャンそうそうなんかいろいろ面倒くさいから、うん、その言いにくいんだよなんか。なるほどね。まあでも本当にその辺は確かに価値観違いますよね。まあ本当今回コロナのこの状況の中でそれが非常に明白になったのかなっていう。本当にだから例えばまあ一例なんだけど、うんうん、あのほぼまあちょっとこれはまあ情報もしかして間違ってる人は後で教えてください。うんあの同じような時期にあのドイツも首相官邸作ってベルリンに首相、うん、あの官邸を移すから、うんうん、で日本の場合もあのどうか分かんないけどあの首相か新しい首相官邸みたいなの作って、うん、でそこに収蔵されてる作品がドイツの首相官邸は、うん、リュペルツとか、うん、あとキーファー入ってるかどうか分かんないけど、うんはい、とにかくその時代の、うんうん、今のその時代の、ねはい、いやいやいやあもうだって国会議事堂にさ、うん、全然リヒターとかあるじゃん普通に あるんだっけ俺はそう分からないけどそのレベルなの、うん、要するに政治家も、うん、あのその、うん、あの文化を知ってるわけ、うんうんうん、で日本の場合は、うん、日本の首相官邸どんな絵があるか分かんないけど言っちゃうとまずいかもしれないけど富士山じゃん富士山、まあ、富士山とかね日程の先生のやつ先生の、うん、もうその時点で全然違う、うん、あとねこれもしかして、うん、俺のね聞き間違いなのかもしれないけど、うん、あ聞き間違いのわけないんだけど、まあ、あんまり言うとおかしいのかもしれないけど、例えば俺がニューヨークで、はい、あのでかい結構でかい屋外のプロジェクトやった時に、うんうんうん、その時たまたまそのニューヨークで、あの G7 とかなんかわかんないけど、はい、その辺のがあって、うんうんうん、それで G7 なわけないか、まあ、ちょっとまあそういう国際会議があって、うんはい、その時にブラジルの大統領とかも来てて、うんはい、でブラジルの大統領がその時日本の首相と話してて、はい、で日本人のアーティストが、うん、すげえ面白いあの展覧会やってるから、はい、行かないかって日本人 の,、うん、あの首相に話したら、うん、俺は忙しいから来ないって言ってブラジルの大統領だけ来たわけ。もうねその話を聞いて、うん、悲しいね。悲しいでしょ。悲しい。日本の首相が誘われてるんだよ、ね、あの面白いアーティストが日本人のお前の国の面白いアーティストがやってるよ、ね、俺は行くよ面白いから、うん、でも日本人の首相はあ忙しいかどうか分かんないけど、うん、まあとにかく行かない、うん、もうその時点でもレベルが分からないそうですね。だから確かにそこのところが、うん、なんか面白いことしたくないんでしょ。だって今ニュースとか見ててもさ、うん、なんか全体的に日本ってあんま面白いこと好きじゃないじゃん、うん、確かに、まあ、そういうことなんでしょう。だからね、文化の、ね、力を、ね、過小評価されすぎてる、うん、今例えば日本で、うん、あの世界で一番何あの有名というかあの一番支持されてるって言ったらさ、はい、あのアニメ漫画になるわけじゃん。それ文化の力わけじゃん、はい、そういうことですよ。それが全然、うん、全く政治家自身が全然認めてないわけだからさ、うん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 、そうですよね、うん、でもそれって何なんですか。クールジャパンとかそうじゃない。まあクールジャパンでもあれもねわけわかんない俺ねあのねあのなんだけど、ロシアのねどこだっけなあれロシアのどっか忘れたけど、はい、言っちゃいいのかわかんないけどそれであのロシアのどっかで、まあ展覧会やってそれでトークに呼ばれてやったんだけど、はい、その時にあのそのなんか
国際交流機関、国際交流機関じゃない、どこの、はい、あの中か、国際、あの国の、はい、あのところから派遣されてる女性が来て、それで私の話を して、で、あの私はあの日本の文化について、漫画について調べています。はい、で、で、私は日本世界でどんな漫画、日本の漫画が今流行ってるかっていうのを10年間かけて確か調べるとか5年間かけて調べてますって言って、その人はもうお金をどっかもらって、それで多分すごい回ってると思うんだけど、なんでそんな無駄なことやるんだろうと思って、そんなさ現地の人にさ、日本人にさ聞けばいいだけの話じゃない。あとさ5年かけてさ調べたって、古くなっちゃうよね。なんかもう5年で漫画だからすげえ出ちゃう。興味を持って、あの逆にやっぱり文化はやっぱり歴史であるからということで、まあ、そうや外の方がねそれをやるっていうのは本当にあの、まあ、ありかなと、いろんな、まあ、なんですかね、その、まあ、あの学問っていう意味において、でも本当は日本が一番やらなくちゃいけないのかなっていうので、クールジャパンの時とかね、結構だから政府から出てる、まあ、あの何でしょうか、まあ、日本のそのプロモーションでは、やはりそのまあ、アニメであったりとか漫画とかが、まあ、そのクリエイティブの中心で、日本からの発信でっていうことを言っている割には、何かそこの本当重要視っていうのがされてないね。まあ、もう本当にだからコンテンポラリーアートって何、みたいなっていう、その知ってる人だけに何か書いてもらって、でそこから先はもう自分たちは知りませんと。だから余裕がないのかもしれないですね、その面白いことをやらないというか。そうだから本当はでもそういう遊びがあって、本当は文化が成り立って人間って豊かになっていくもののはずなのにっていう気はしますね。だから本当海外のエリートって、もちろん頭もいい、当然頭がいい、それででも文化、文化もすごい興味を持ってて、あとあの、まあ、そういう感じじゃない、日本の中エリート一つ一つってあんまり文化に本当に興味ない人が多いような気がするんだよね。そうでしょ、だからどっかの時代からなんかその細分化されちゃって、そのジェネラリストっていう形でそういうその教養を持とうっていうのがなくなってきちゃったのかなっていう気はしますね。なんかこの前相田さんと、まあ、ね、相田さんなんかその話とか多分詳しいけど、結局戦争に負けてから植民地みたいになっちゃってるから、そういうところを切られてるっていうか、まあ、実質なんかですごいすっぱり切ってるわけじゃないと思うけど、腰抜けにされてるっていうか、まあ、そういう感じじゃないの。そういう意味で言ったら、あの戦争で、戦争、今の税金対策もそうだけど、お金持ちが、すごいお金持ちが、あのその人が死んだら税金でもボンボン取られちゃった、だからお金持ちの人がずっとお金持ちの子孫が残らないわけ、でもお金持ちの人って一代で築くには文化がもしかして興味ない人がいるから、金儲けばっかり、でも二代目になるとお金があるから文化に、あの余裕で文化に目が行くわけ、でも日本の場合はあの税金、相続税ですごいから、もうそのか成り上がりだけで終わっちゃう。でも今、本当にね、まあ、アート関係者、世界のアート関係者、コレクターとか見てると、大体コレクターって大金持ちのなんか二代目っていうか、そうですよね、おっしゃると、それはありますよね。確かにそこはだから本当まさにね、その相田さんおっしゃってたところで、まあ、やっぱり敗戦国っていうところにおいて、やっぱりまあ、都合のいいって言い方はあれかもしれないんですけれども、やはり何でしょう、やっぱり大人になって力を持ってほしくないというのが、まあね、植民地ということで。でも結局戦争に負けるって多分そういうことなんじゃないですかね。だからみんな戦争に勝ちたいんじゃないですか。負けるとやっぱこういうことになるんでしょう。多分ね。でもだ、面白いけど、面白いことに、戦争で負けた日本とドイツ、で世界的に有名なアーティストって、もうめちゃくちゃいいんだよ。確かにね。それがアメリカはもちろん今多分残酷だと思うんだけど、意外と日本も出てるんだよね。だからいつもドイツはもちろんいっぱいいるけど、ドイツと日本って面白くて、戦争に負けてみんなから嫌われてんだけど、この間見たら世界で一番あの好きな国のなんか5位か6位ぐらいに日本とかドイツ入ってたりするから、4位か5位か分かんないけど、まあ、日本はみんな好きだよね、外国の人。そうなんですよ。俺嫌いな人会ったことないもん、日本。でもそれはあれじゃない、なんかやっぱり加藤さんの目の前にいるからじゃない。でも全体として、いや俺もそうね、ごめんなさい、俺ももちろんそうなんだけど、でも、まあ、そういう可能性もちょっとある、まあ、そんな感じなんだけど、まあ分かんないけどね。そんなにすごいね、日本人だからひどい目に遭うとかあんまないから。村上春樹が好きな人が多いよね。キューレーターとかね。ああ、
そうそう、もう村上春樹、お前知ってるか、読んだことあるか。知ってるよね、読んで、知ってるよ、俺は読んだことないけど。あの1931、四国民の1936だっけ、分かんないけど、あのぐらいちょっと1冊ぐらい。そうそう、あれは、あれ面白かったですね。でもそうなんですよ、だから結構その日本って結構やっぱりクリエイティブなそのセンターだと思われているんですよね。でもあの今でも田さんおっしゃってたそのドイツと、ね、日本がどうしてそういうふうに変わったのか、ちょっと歴史的な考察したら面白いかもしれないですね。本当に日本とドイツって面白い、うんうん、あそこ、ね、イタリアはなぜか知らないけど、うん、一緒に戦った、うん、あ一緒にこういう言い方はまずいのかな、うんうん、分かんないけど、まあ、うんうん、あの、うん、あのね、戦う側だったんだけど、うん、でもイタリアはちょっと違うよ ね、 なんかね、そうですね、うんうん、そこはもしかしたら国民性もあるかもしれないですね。かもしれないね、うん、はい、確かにね、うん、まあもちろんあ、ね、有名なアーティストね、アルテ・ポーラとかもちろんあるんだけど、ね、素晴らしいアーティストが、ね、うん、輩出しているかと思うんですけど、うん、まあだからもっともっと個人主義なんですかね。いや、ドイツの方がまだ国っていう単位を考えるんですけど、イタリアってなんとなくどっちかっていうと一人一人かなって。ドイツも結構そう。あ、それありますか、うん、あ、そうなんですね、うん、あ、個人、まあ、教育、やっぱ教育なんかね、わかんないけど、うんうんうん、なんだろうね、日本は、うん、まあ、はっきり言うと教育あんま良くないと思うけど、美術に、うんうん、俺美術しかわかんないけど、はい、うん、でもなんかアーティストは勝手に出てくるね、そう、教育と関係なく、うん、そうでしょ、だからまあ俺とか西野さんとか思い切りそうだけど、うん、あんまり関係なく出てくる、ね、あのイングランドが、例えばあのイギリスがガチガチのなんか教育であの階級制度があって、はい、そこからパンツとか出てくるわけじゃん、うん、だそういうなんかさ、なんかこうなんか反骨精神みたいなところから、うん、なんか、はい、文化が出てくるのかなっていうのはちょっと思ったりする、うん、あ、そうか、でドイツはやっぱりさ、うん、教育がなんか素晴らしいじゃん、美術教育とか、あ、美術教育ね、うん、でちゃんとアーティストも出てくるわけ、はい、うん、なるほどなるほど、でもなんか、うん、全然違うのに、うん、アーティストはまあまあ出てくるみたいな、うん、なんかそれもちょっと不思議っていうか、よくわかんないけどね、そのなんか面白いですね、その現象っていうのも本当になんか突き詰めていったら研究対象として面白いかもしれない。 ただなんかそのアーティストって、うん、まあ俺も西野さんも多分今じゃ世の中から客観的にもアーティストって思われる種類の人間にはなってるけど、やっぱ外国に弱いね、なんか外国で成功するっていうか、うん、外国で発表したりすると、はい、すごいんだみたいな、なんか未だにそういう感じ、なんかなるほどね、やはりそんなないなんか俺全然思った、マジで違う違う、そういうことだからあのドイツでずっとやってたから、うん、そういうのあるね、やっぱり日本、あ、俺はすごい思うよ、うん、だから西野さんもなんかその水戸でさ最初出して、もちろん作品もすごい面白いんだけど、そのどんどん仕事つながったっていうのは、西野さんがドイツで、うん、ヨーロッパで活躍してたところが、うんうん、まあ多かれ少なかれあると思う、それがなんかステータスみたいな感じだったよね、なんかそれは感じるな、うんうん、そういうのに弱いっていうか、うん、まあ、別に未だにはそういうのあるの、あると思う、で今だったら多分日本だけで、日本海外に出てなくて日本だけでやって、うん、あ、そうか、加藤さんもそうじゃない、まあ、海外に出てなくて日本から世界にもう有名になっていく人も、うん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 、もう、まあ、もちろんありえる、うんうん、あり得るけど、うんうん、なんか、うん、そのだから分かんないけど、若い人たちはそういうのもありだと思って、うん、ちょっと日本にこだわってやってる人もいる可能性はあるけど、うんうん、なんかやっぱり外国に弱い感じはすごくする、まあ、まああるかもね、いまだにハーフが好きとかね、なんか分かんない、外国人の金髪が好きとかね、でもそれってやっぱりあれですかね、その敗戦国、いや分かんないけど、それとも なんだろうね、なんでしょうね、なんなんですかね、まあまあまあ、俺はでもあの税金、あの相続税、あれは良くないとは思って、そのアートに、文化に対しては、文化に関しては本当そこはありますよ、うん、だからそこが結局そのきっとその元々のやはりその、まあ、あの敗戦ということになってやっぱコントロールしやすい国だから、まあお金持ちを生み出さないとか、うん、っていうような、まあ、政策だったんだと思うんですよね、だからそういうところでどん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 税金取っていけば、先ほどニュースおっしゃったように2代目3代目までそのあの富が続かないとね、うん、でもその辺のことをやっぱり我々は知って変えようということをね、うん、もうこれから考えていくことがやっぱり日本のアート界をもっとあの成長させるために必要なのかなって思いますね、はい、なんかちょっと真剣な話になったところでちょっとこの辺でですね、皆さんも多分お飲み物を取りに行かれたりとかトイレ休憩とかあるかと思うので、うん、5分間あの休憩を取らせていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、お願いします。それでは引き続き2部をお楽しみください。
あれは西野さん、ごめんなさい、西野さん食べてた、あ、すいません、始まっちゃいましたね、ごめんなさいね、あ、すいません、タイミングが、申し訳ないです。いやね、本当夜もあの遅くなってまいりましたので、ね、お食事もあのちゃんと差し上げて、酒飲んでるんで、ちょっと、あ、そうかそうか、ちょっとおつまみでね、はい、ありがとうございます。ですね、まあこういう達さんなんですけれども、ここでですね、ちょっと真面目な話で、作品のコンセプト、あの達さんね、笑い暴力セクシーっていうね、これがまあ作品のコンセプトということだと思うんですけれども、これについて、あとは本当プレヒトっていう、まあ、あのイカ効果っていうところを結構やはりインタビューとかでお話になってらっしゃると思うので、一言。あ、そのでその後にまたあのお食事差し上げますのでみたいな先のコンセプトは、まあ、さっきあのおっしゃったみたいに、笑い、暴力、はい、セクシー、はい、っていうことになってます、うん、はい、でそれはどういうことなんでしょう。だからまあ、もうこれは本当に個人的なアーティストと、俺がアーティストとして作品発表し始めた時と、もうすごいあの強いつながりがあるんですけども、うんうん、その作品を見せるの、その何見せる対象が、その普段あんまりアートに興味持ってない人に作品を見せたくて、屋外で作品を、普通 の、 あの人通りがあるような、なんかそういう歩道でとか公園で作品を発表し始めたんで、その人たちがアートだと思った瞬間に興味を失せるのが嫌だったんです。だからその人たちを立ち止まらせるために、笑いを考えて、笑えるような作品、暴力的な作品、あとセクシーっていうのも入ってくるんですけども、まあ、そういうところ、そういう一般のあんまりアートに興味持ってない人を立ち止まらせるために、そういうコンセプトがちょっとずつ生まれてきたって感じですね。で、笑いっていうのは、まあ、ドイツに、まあ、本当は別にアート活動するために行った、さっきも話したみたいな、はい、アーティスト活動するつもりで行ったんじゃないんですけども、結局は、まあ、そういう長いことがあってアーティスト活動することになったんですけども、そのドイツの、俺が行った時のドイツのアート界っていうのは、まあ、ヨーゼフ・ボイス、まあ、俺が行った時の前日、その1年前に亡くなったんですけども、あのキーファーとか、はい、あと誰がいたかな、ちょっと忘れちゃったけども、まあ、とにかくポリティックアートのすごい、はい、政治的な、政治に対して何かこう発言するようなアートがあって、ですごい真面目なコンセプトのアート作品がすごく多かったんですよ。なるほど。で、未だに多分もう、ドイツってそういう作品が未だに多いんですけども、でももちろんそういうアートはあってもいいんだけど、その漫画文化とか、アニメの文化から、来た日本人からしたらそれちょっと重いなと思ったんですよ、で、ドイツみたいなそういうアートもちろんあってもいいんだけども、でも俺は日本人、日本から来たそういう、なんていうの、そういう文化から来た、日本から来た、アーティストとしては、それと違うことをやりたいというのがあって、それで笑いっていうのも入ってきて、で、まあ、そういう感じですよね、そういう感じで、まあ、コンセプトがこう固まってきたっていう感じですよね、とにかく俺の中では、普段あんまりアートに興味を持ってない人を立ち止まらせるために、まあ、そういうコンセプトが出てきたっていう感じですね、ありがとうございます、で、その本当立ち止まらせるっていうところにおいて、西野さんとか例えば本当に通常みんながいつも毎日毎日通って、行くんだけども気がつかれないもの、例えば、その街灯であったりとか、なんか本当にね、なんかの像であったりとかって、そういうものをに目を留められて、で、そこをなんか囲ってしまって、部屋にしてしまってっていうことによって、あ、こういうものがあったんだという、やっぱりそういう、なんでしょうかね、なんかそれが笑いなんでしょうかね、なんか不思議なものがあるっていうような、あれって思わせる部分なんでしょうかね、でも暴力っていうのはどういうことなんでしょう。暴力って要するに、アートって、アートの歴史を見ていくと、結局は全て過去を否定していくものなんですよ、その過去っていうか、アートの歴史を否定していくものです、今までは例えばミニマルが、ちょっとごめんなさい、ポップアートがあって、その後ミニマルが出てきた、で、とにかく、あと印象派もみんなそうだし、とにかく過去のすぐ前のアートをみんな否定してぶっ壊して次々行くんですよ、
これってよ本当にまあ読めない世界なんですけど、だからアートの世界で生きててめちゃくちゃ面白いんですけど、誰もわかんない。この後どういうアートが出るかわかんない。正解がわかんない。今の時点では。それがアートが面白いところなんですけど。で、質問なんですか。わかりました。だからその暴力っていうところはそれはもう壊していくっていうことですね。要するに暴力っていうのをコンセプトに入れたっていうのは、要するにアート自体は暴力的なんですよ。全て破壊活動から暴力。破壊活動のないアートなんかありえないんですよ。ありえないということですね。なるほど。俺の中では。はい。だってさ、俺ドイツ人のその美大の時に、よく話す話があってさ、友達同士で話す話があって、普通のアートっていう言葉がありえないんですよ。わかります。普通のアート。普通って何っていうね。アートは普通じゃないんですよ。はい。これ普通のアートだねって言われたらもうその時点でもうアートじゃない。めっちゃけなされてる。けなされてるっていうか、その言葉自体も存在しないの。だからアートって常に普通じゃないの。はい。破壊行為なの。過去を否定してくるから普通じゃないわけ。はい。異常なアートなわけ。異常だからアートになるわけ。だからそれで暴力っていうのはまあ来たんだよね。なるほど。そういうことですね。わかりました。ありがとうございます。あとセクシーっていうのはあれですよね、やはりその、内と外、パブリック。じゃあ、これもください。はい。じゃあもう本当ボトル10本ぐらい並べてください。ボトル1本ずつこうラッパ飲みするっていう作戦もいいかもね。そっちでもいいかもしれないですね。でもそうですよね。セクシーですね。だからセクシーというのは基本的に、まあ、あのニュースさんの中ではその内と外というか、要はプライベートなものがふとパブリックにされた瞬間っていうのがすごいやっぱりセクシーなものだっていう定義なんでしたっけ。あの、ね、セクシーっていうのは、これそのトークの時に話して、あの西野さんのコンセプトは何ですかって聞かれた時に、笑い暴力までは言ったんですよ。なぜか知らないけどセクシーって急に出てきたんですよ。それは何でか分かんないんだけど、そうそうそう。でそれでなんでセクシーって言ったかよく分かんないんだけど、ちょっと適当に言った、適当に言っちゃったんだけど、でもまあなんかいいじゃない、笑い暴力、まあ、セクシーなんでもセクシーって形容詞なんだっけ。セクシー、英語じゃない。いや、英語は違う。形容詞。だから形容詞ですね。セクシー、そうね。セクシーガールとか言いますからね。形容詞、形容詞、形容詞。笑い暴力は名詞じゃないと。で、急に形容詞って変だなと思って。形容詞、セクシーの名詞ってあるの？もう、セクシーの名詞はセックス？そうなの？それなの？それは知らなかったけど。すみません、夜もだんだん受けてるのね。だんだんそっちの方に。夜だからね、だんだんそっちの方に。酒飲んでるからね。そうそう、あと多分30分後に脱ぎ始めると思うんで。飲んでないですけどね。やっぱ天理さん面白いね。いや、そうそうそう。いや、真面目に考えたら。びっくりした、俺。セクシーで。だって、ワイをつけてるの。セクシーの名称はセックス。でもそれ本当なのかもしれない。ちょっと皆さん、皆さん調べてください。辞書調べてください。検索して。検索してもらってね。セクシーの名称はセックス。ね。ほら。先のコンセプトだね。それでそう話すけど、まあ、とりあえずなんとなくこうなんかノリでね、はい、あの笑い暴力セクシーって言っちゃったんだけど、でもセクシーって考えると、まあ、後付けなんだけど、はい、セクシーって結局なんかにあの何日常で見せてない、はい、ところでポロッとなんか出そうね、それセクシーだ。例えば分かんないけど、ちょっとパンツ見えるとかね。パンツ、そう、日本だったら日本だったらパンツが見えるとか、あとまあ分かんないけどね、なんかそういうのでセクシーを感じるのかなっていうふうに考えると、俺の作品はもろそれなわけ。だからプライベートのものをまあ表に出すみたいな、プライベートとあのちょっと着替え覗いちゃうみたいな。覗いちゃうみたいな、そうそうです、それ公共が。そうですね、通常見せないところをフッとなんかちょっと AV の企画っぽいけどね。いや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 、また下ネタになってきて、やばい、これ以上話すと下ネタにちょっと飲みすぎてるから、いつもの飲み会になっちゃいますね。あと30分かな。なるほどね、分かりました。だから俺今笑い暴力セクシーっていうのはたまたまセクシーは後付けみたいな感じだけど、今はそういうふうに説明してる。ちょっとね、ちょっと無理があるかもしれないけど。ちなみに加藤さんがタチさんの作品で一番好きとか印象に残ってるのとかっていうのは。俺ね、なんかほぼほぼ好きなんだけど。そう、ありがたい。だけどすごい好きなのはちょっと新しいやつで、まあ囲ってるやつはもちろん好きなんですけど、発泡、なんかね、博物館に銅像みたいなのあるじゃん、なんかあるあるある、変な偉人の銅像みたいな、あ、います、います、あれに発泡師匠の体作ってるシリーズっつのがあって、
それがすごい好き。なるほどね。なんか世界中の博物館とかで西野さんに発泡スチロールつけてほしいなって思います、ね、なるほどね。なんかそういうことをそうするとアートにちゃんとなるっていうね。それはね、結構ね、なんかね、ガンダムっぽいし、なんかね、発泡スチロールの造形がなんかだいぶ適当なんですよ。なんかざっくり手とか足とか作ってあって、うんうんうん、その胸像に、うん、あの発泡スチロールの体がついてる、うんうんうん、なんかちょっとロボットっぽいみたい な、まあ、適当に多分つくでしょ、あれ、なんか、うんうん、なんかそれがなんかね、すっごい面白いの、うん、なるほどね。だからいろんなとこで、うんうん、例えば告白とかで、はい、国立博物館とか、ああいう上のとかいいですね。で、うん、やったら絶対面白いなって思う、うん、ね、その作品は、あの石膏像、ギリシャの石膏像を、そうそうそう、本物でしょ、ね、本物の、あ、本物、まあ、あの石膏像だけど、うん、ぶっ壊して、うん、それでまああの発泡ウレタンでスプレーで、まあ、くっつけるんだけど、はい、それをもう発表したのが、うん、もう多分え、それじゃないよ、え、それじゃなくて、ほら、あの胸像のさ、ロダンみたいなやつに体つけるやつ、 あっちの方だ、あっち、あっち違うじゃん、でも、うん、そあるんだけど、うん、その発泡、あの石膏像をぶっ壊して、はい、それであの発泡ウレタンフォームでくっつけてやったやつも、はい、加藤さんすごい気に入ってたじゃん、うんうん、あのシリーズが好き。そうで、加藤さんはそれを、うんうん、俺の作品大体あの展示した後破棄なんだけど、はい、あの廃棄するんだけど、うんうん、加藤さんこれは、うん、まあ、うん、加藤さんこれはちょっといい作品だから、うん、はい、保存しようって言って、お、あ、俺じゃねえよそれ、あ、俺にしとこうか、そう、うん、そっちもいい、オッケーオッケー、簡単だから、うん、そう、俺仲間にしましょう、そうしたということで、はい、はい、なるほど、まあ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 、でも一応そうそうそう、加藤さん、そうそうそう、加藤さん、僕運びましたよ、そう、で加藤さんがこれを保存した方がいいって言って、うん、それで、うん、そう、あのなんかどっかの家に置いといたね、なるほどね、しまっておいたんだけど、なるほどね、だ、俺の中では初めてなの、あ、うん。だでも今聞いたらちょっと違うって、ちょっと心がちょっと苦しいんですけど、いや、あのシリーズだけど、あのシリーズ、でもその後に、うん、その後に、うん、あのフランスで、あの、そう、なんとなんとですが、すごい、なんとで、はい、俺も出してたんですよ、うん、あれすごい、展覧会自体もすごく良くて、はい、うん、あ、なんか西尾さんって実力があるなってまあ思ったんですよね、うんうん、当たり前でしょう当たり前、何を言ってるの、実力っていうか、まあ、当たり前に決まってる、ね、筋力があるって筋力ね、筋力ね、わかります、適当に、うん、まあ適当なこと言ってるけど、うん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 、めっちゃ筋トレしてるみたいな感じがすごい良くて、うんうん、で、その発泡のやつは特別好きだった、俺もめちゃくちゃ好き、そうなんですね、そう、うん、めちゃくちゃ好き、いいですね、うん、じゃあそれをね、うん、今もう一回やりたいなと思ってるんだけど、うんうんうん、でこうやって話すだけで一体見てる人は何だろう、さっぱりわかんない、まああの詳しくはこちらでみたいな、ネットで、ネットで、カタログありますかね、カタログありますか、うん、ね、そうだ、あのこれだって、ちょっともう一個の方の、もう一個の方の、ちょっとカタログの宣伝もちょっとしようかなと思って、そう、あの、あそこのテーブル、あ、そちらですね、あ、すいません、はい、これは今年出たばっかりの、1個持っておこう、あ、ありがとう、ごめんなさい、ちょっとなんかポストイットがくっついちゃってて、これ今あのカタログで、これあの朝日新聞に、素晴らしいカタログだっていうふうに載せられたぐらいな、あ、これでも本当にあの、俺もびっくりした、私あの、俺本いっぱい出してるけど、そんな1回もないけどな、なんかね、普通のね、小説とか載るような、うん、あの書評っていうの、あ、書評、西野さん、でもなんか文化庁のなんか賞とか取ってるもんね、あ、もうで、これ今年発売されて、あ、そう、それも宣伝したい、そうで、これ、あの俺のほぼ西野達完全ガイドブック、これ、あの月曜社から出てます、うん、これぜひ、俺のほ本当にほぼ完全ガイドブックに出てます、はい、で、これはあの秋尾長沢から出てる俺の写真作品だけど、俺写真作品もうすごいめちゃくちゃあの大好きなんですけど、まあいろいろやってます、はい、これぜひ購入してください、あ、加藤さんのやつ、加藤さんのやつ、僕もちょっとなんかだんだん最後に、まだダメですよ、メキシコのメキシコで去年と一昨年やったものをまとめた本が僕自費出版でございます、自分で出しております、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、なんか宣伝聞いたちょっとあのここで別にするつもりなかったよ、ね、なんか流れてまあ、まあ、いい、まあいいですね、でも2冊、ね、のこの完全ガイドすごいもう読み応えなので、はい、大分の手なんかもめっちゃ良かったよ、うん、そう、良かった、大分ですね、でもうこちらはもう加藤さんのね、もうファンの方もう絶対に、ペロタンブックストアでも販売させていただきます。よろしくお願いします。ということで、すいません、あの宣伝はこのくらいさせていただきまして、はいはい、ですね、あのまあ
日本のね現代美術の向かってる方向というのはちょっと今日お話聞きたいかなとかと思っていて、でお二人がどういうふうに見てるのかなっていうところと、まあ、懸念点っていうところでしょうかね、をお話しいただければと思ってるんですけど、どちらから、まあ、だからごめんなさい、だから向かってる方向っていうか、まあ、結局その今の日本の現代美術というのはやっぱり世界のマーケットというと、まあ 3% であるということがあって、そうなんですよ。で本当にクリエイターマーケットだよ、要するに売れる、はい、あ、まあ、そう金額としてですね、金額の市場ということですね。でもさっきお二人が言っていたように、なんかやっぱり日本でもやっぱりクリエイティブなタレントっていて、やっぱり世界的にも日本が好きだっていうのはその、まあ、クールジャパンじゃないですけども、なんかそういう面白いものが発祥する場所だって思われてるというところなんですね。だけどそう言いつつも、なんか現代アートって今一つ広がりを見せていかないっていうようなところがあるのかなと、それがなんでなのかなというところで、もしかしたら、まあ、先ほどおっしゃってた教育なのかもしれないし、まあ、文化なのかもしれないし、まさにその文化というかその価値観、文化がどういうようなそのポジションに日本で置かれているかとかっていうことかもしれないし、うん、っていうところってどうですかね。だからまあ日本の文化レベル、さっきの話にまた戻っちゃうかな、戻っちゃうかな、うん、なんか、うん、こういう言い方するとまずいかもしれないからやめて、文化の大切さを分かってない人がすごく多分多いと思うんだよね、うんうん、なんか日本人って、うん、昔は多分全然違ったと思ってて、うん、今はもう金さえあれば何でもできる、うんうん、俺が一番嫌いなのは、うん、お金持ちになって何やれるかっていうと、うん、なんか金泣いてる泣いてる泣いてる、なんか一番ダサいの俺の中で、あのなんかあるじゃない、ポルシェとか、あのなんか高級車か集めて、あとなんか愛人かなんか 2,3 人持って、うん、でさ、それってめちゃくちゃダサくない、うん、それってお金持ってれば誰でもできるの、わかる、めっちゃやりたいでしょ、めっちゃやりたいんじゃないの、何めっちゃやりたいんじゃないの、やりたい、本当にやりたい、本当にやりたい、やりたい、そんなこと誰も言ってないじゃん、何言ってんのだから俺は中では、うん、俺なんかね、この世の中に一番生まれてきて一番何が面白いかってわかる、それは人類史を変えることだ、うん、一人の人間で人類史を変えるってこんな冒険はないし、こんなスリルのある生き方って絶対ないわけ、でも今生きてるっていうか、これを見てるかもしれないけど、お金持ちのやるその夢が車、ポルシェ買う、うん、なんか分かんないけど、うん、あの世界に3台ぐらいしかないスーパーカーを買うって俺全然分かんないけど、うん、とか、うん、愛人を5人ぐらい雇うとかさ、うん、雇うじゃないか、うん、持つとかさ、まあ、なんかさ、すごいさ、鼻くそみたいな夢なわけじゃない、うん、ドリームなわけじゃない、うん、なんでさ、金持ってんのにさ、うん、そんなくだらないことやってんの、そんなことってさ、世界でさ、うん、何億人もできるわけ、うん、あもう金持ち、うん、金さえ持てばさ、うん、でもさ、うん、一番さ、うん、あの生まれてきて、うん、すごく自分が生まれてきた価値っていうのは、うん、そういうとこじゃなくて、そのお金を持って人類史を変えるような、うん、例えばパトロンになるとかさ、分かんないけど、うん、あの新しい薬発明するとかさ、分かんないけど、うん、そっちの方が より危険度があってスリルがあって、うん、面白いわけなのに、うん、なんで日本人の金持ちはそっちの方に行かないのか、うん、もう誰でもできるさ、うん、つまらない、いいことやるのかよくわかんない、うんうんうん、誰でもできるわけじゃん、うんうん、金さえあれば、西野さん、あれはあの人、うん、前澤さんとか、西野さんどう思うの、宇宙とかだってアーティスト連れてくって、俺西野さん連れてきゃいいなっていつも思ってたけど、ノーコメント、あ、そう、よく考えたことないからあんまり、うん、でも前澤さんが一つだけ唯一、俺もよくそれ言うんだけど、一応なんだっけ、バスキアの作品を買って、うん、でお金持ちがこういう作品を買ってっていう流れを、ね、うん、作ったから、うん、それで多分、うん、俺よくわかんないけど、お金持ち、他のお金持ちが、うん、あ、じゃあ俺も現代アート買おうかなっていう、そういう流れが、それはできてると思うよ、まあ、俺別に売れる作家じゃないからわかんないけど、うん、まあそういう流れができてるのかもしれないなとはちょっと思ってるね、そう、
なんか前澤さん見てないかな、うん、俺西野さんが宇宙に連れてくべきだって思ってて、そうですよね、うん、じゃあもうなんか西野のドローイングで、うん、惑星でビリヤードっていうやつがあって、おお、地球とかついてこう木星とか当たってるやつがあって、あ、いいですよそれ。実現不可能だけど、でもやっぱりさ、でもそういうことなんか変なのあって続いてくる、西野さん連れてって、うんうん、で西野さん多分帰ってきて作って作品、うんうん、失敗すると思うのよ失礼な失礼な、それ加藤さんそれ何それ。でもいやでもでもね、でもお二人のお話を聞いてるとね、いやでもそれがまさにさっきにあの石田さんおっしゃってね、人類史を変えるっていうね、うん、そのくらいのことを面白いと思うのね。そうそう、いや俺ね、うん、生まれてきたからには、うんうん、全ての人がそう思わないと、うん、だって人生さ短いわけだから、うん、一番楽しい、うんうん、何が一番楽しいかっていうと、うん、自分一人の力で人類史を変えるって、うんうん、ここまで冒険的なスリリングな生き方ってないわけだ。でスリリングな生き方って結局楽しいわけなわけ、うんはい、苦しいこともあるかもしれないけど、うんうん、なんでみんながそれに向かわずに、うん、みんな公務員になったりとか、うんうんうん、何が面白いのと思うよ。まあまあそれ、まあ、まあいろいろあるだろうけどさ、そういう言い方するとちょっとあれかもしれないけど、でもさ、そういうなんかごめんなさい、もう一回言わせてもらうと、うんうん、お金も、じゃあ言えば今はとにかくお金のある人たちに私は言いたいです、うん、お金のある人たちは、うんまあ、生活に苦しい人にそういうこと言っちゃちょっと激しいかもしれないけど、うんうん、お金持ちの人がさ普通のさ流行ってるさ、それこそハワイのさ、なんだっけ、さっき話してたなんだっけ、ラッセン、ラッセン買ったりとかさ、うん、誰でもできるわけじゃない、うん、買っちゃダメよ、買っちゃダメ、うん、まあまあまあそのままそのままだけど、まあまあまあ、まあ、一過性はいいじゃん、ほら、うん、一過性はいいって話じゃなかったですか、うん、まあまあ好きな人は買ってもいいけどね、だから俺だからでも長く、うん、そう金も、車買ったりとかさ、その車買ったりとか愛人雇ったり、うんうん、誰でもできることをなんでしたいと思うのかが俺にはさっぱり分かる、うんうん、だからなんか本当にちっちゃい箱にね、うん、自分の人生を閉じ込めないようにっていうことですよね、うん、っていうのはすごくあの分かる気がします、うん、だからやっぱりでもだからそういうことをやっぱり言ってく、うん、でできるっていうことを見せていくっていうのもアーティストの役割なんじゃないのかなって気がします。あ、もちろんそうだよ、ね、っていうことですよね、うん、だからそういう意味ではやっぱり特に日本ってさっきの話じゃないですけど、多様性とかがをどっちかというと嫌って出る釘は打たれるっていうような中にいて、だからそうなってくるとどうしてもこの中で考えること多くなる。だからそこから出てこんなことも面白いこともやってもいいんだよっていうことを伝えていくのが本当にアーティストの役割なんてすごく思います。今の話聞いてと思いました、うん、日本人って結構性格的にというか歴史的に、うんうんうん、分かんないけど、まあ、性格的にいてなんか、うん、憧れの人がいてその人を真似することによって自分がその人になり、うんうん、そうね、なんか私がその人に、うん、のような錯覚が、うんうん、なんか自分で決めれる人間が増えるといいよね、考えて、うんうん、なんかそのだからさっきの公務員の話じゃないけど、別に俺公務員でも友達に公務員いっぱいいるけど、うん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 、本当にそいつが別に生き生きと公務員の仕事やってれば全然これはそれでいいと思う、うんうんうん、まあ、問題はそこで腐ったみたいな感じで生きてる人間が増えるとすごい社会が腐った感じになるから嫌だなっていう話じゃん。だから公務員になることによって生活が安定されてお金持ちになる、あの金儲けのために例えばまあちょっと すごいまあちょっといろんな人を敵に回すかもしれないけど、うんうんうん、やっぱ俺食うために学校の先生になるとかはすげえ嫌いなの、うん、食うために、うんうんうん、お金を稼ぐために例えば美大生でも何でも、うん、まあいっぱいいるけど、うん、別に教育とか興味がないけど、うん、一番安定する仕事だから、うん、俺たちは安定する仕事じゃないから、うん、お金を儲けるために一番安定するのはやっぱ教師とか、うん、そういう公務員とか なわけですよ、うんうんうん、でお金のために教育者になるとかは俺は本当に嫌だと思ってて、だから先生になってる友達には必ず先生が楽しく聞くことをしてて、楽しくないって言ったやつはもう話さないようにしようかなぐらい、そういうのが好きじゃない、そういう生き方がなんか俺は割と好きじゃない、うんうん、ある意味でだから本当に普通の日本の何でしょうか、教育を受けていくとこういう発言ができる人が出てこないんじゃないのかなってっていう気がする。いやそんなの言っても別に何も書けないから言えばいいと思うよね、うん、そうなんです。だからそこの
何なんだろう。だからそれがもっと言える人たちが増えてくる、うん、でいろんな形で自分が表現できる。でもね、カルさん言うようにある意味でね、一回きりの人生なのにっていう話ですよね。そうそう、俺なんか、ね、絶対死ぬからさ、うん、そう、もう死ぬまでにどんぐらいできるかじゃない、うんうん、人生ってさ、うん、本当に短いわね。短いよ、うん、だからそれでさ、うん、楽しまないと損じゃない、うんうん、そうですね、金のために生きるとかさ、うんうんうん、バカバカしいじゃんね、うんうんうん、でそれをなんで他の人がさ、うんうん、しないのかよくわかんないよね、うん、っていうのは 俺のだから なんかまあだからなんか、うん、そのね、なんかまあコロナとかもいろいろあるけど、その、うん、誰かが何かしてくれるみたいなのは、うん、ちょっとそろそろみんなやめた方がいいと思うけどね、うんうんうん、なんかやっぱり自分でちゃんと生きていく方が、うんうんうん、あんまりまあもちろん協力とかね、うん、一人できないこといっぱいあるから協力とかするけど、なるべく自分でやるみたいなのが方がいいと思うけど ね、 ですね。まあなんかそこから話今つながっていくかと思うんですけども、うん、まあその今のね若手の、まあ、ですごく本当、まあ、日本はアーティストもそういった輩出してるっていう中で、若手のアーティストに対して、まあ何でしょう、伝えたいことっていうか、彼らを見ていて、もう少しこうあった方があのいいんじゃないのとかってありますかね。もしくはこういう、なんていうんでしょうか、やり方っていうのはあのいいと思うけどとか。まあ俺はこの前もね、うん、相田さんの時に言ったけど、うんうん、やっぱりそのさっき西野さんが言ったみたいに、うんうん、アートの歴史って前のやつを否定するっていうか、うんうん、俺はこの絵画部でお前ら超えてやるみたいな、うんうんうん、そういうやつがやっぱり生き残ってるから、若いやつはペインターだったら、うんうん、俺よりいい絵描くとか、僕、うん、よりいい絵描いてやるとか、うん、そういうやつの方がどんどん生まれてきた方が健康的、うんうん、ドイツってね、いいペインターがいっぱい育ってる理由は、うん、結局巨匠のやつがめちゃめちゃこうやるわけよ、うん、自分の作品更新して、うん、ポルケでもいい人でもガン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 こうやるから、うんうん、若いやつが、うん、俺はお前ら見たら年上に負けないやつと思ってガンガンやって、うん、それでこうペインティングのレベルが上がっていくみたいな歴史があるので、うんうんうん、日本はあんまりそういうのないので、ね、先生の言うこと聞くみたいな、ね、そうそう、だからペインターだったらもう、うん、まあ、俺とかまあ別に俺じゃなくてもいいけど、うん、ちょっと知ってるペインターよりも家帰って、うん、帰った方、俺は描けるぜぐらいのやつの方がちょっと楽しいかな、こっちはね、うん、なんかそういうやつが出てきた方が、うん、いやこっちもお前に負けねえぞみたいな感じでやるから、うん、その方がレベルが上がっていくから、うん、スポーツと同じだから、なるほどね、うん、その方がいい。これもね、本当カズさん5歩でも言ってましたけれども、本当にだからあらゆるでテクニックであったりとかやり方とか、厚く塗ってみたり薄く塗ってみたりとか、そういうのいろいろやってるのみんなということですよね。でもだからそういうことがやっぱりそのなんか一個作りましたじゃなくて、常に壊していくっていうことをやっぱりみんなやっていかなくちゃいけないよって話ですかね。だから、まあ、だから俺はなんかその造形の方のアーティスト、うんうんうん、西野さんはコンセプチュアル強いアーティストでタイプが違うけど、造形の作家だったらもう記録を更新していかなきゃ意味がないから、うんうん、なるほどね、やっぱりそういうことですよね。記録がいっぱいあるわけですよ、はい、その名画みたいなのが、それをどのぐらい自分のやり方で超えるかっていうところをやらない限りは意味がないでしょう、うんうんうん、素晴らしいです。ちなみにコンセプチュアルであった場合にはその壊すっていうのは何なんですかね、その記録の更新っていうのは。いや、ごめんなさい、俺ちょっとあんまり理解してなかったんで、あ、ごめんなさい、うん、あ、いやいやいや、ちょっと飲みすぎてたんで、うん、ごめんなさ い, い, やいや、西野さんが、うん、どういう若いやつが出てきたら楽しいかなっていう話。いや、もちろんそれは面白い俺はね、実際ね、もうめちゃくちゃなやつが今出てきた方が全然面白くて、うん、でめちゃくちゃなやつが出てこないんだよ、うん、だから今、まあ、チンポムとか有名だから、うん、まあ、チンポムの目とか気に入ってじゃん。目も、まあ、面白いけどね、うんうん、ああいうのが昔いなかったんだよ、だから、うん、俺が始めた時は、うんうんうん、全くそういうのはいなかったの、なるほど。で今はだからさっきも言ったけど、うん、チンポムの目とか、うん、まあ、そういうのが出てきたから、はい、屋外なんかやるやつ、うんうんうん、まあ俺が最近好きなのは草むらなんとかなんとかっていうのがあるんだけど、広島のなんか若い人とか、まあまあそう、うんうんうん、まああんだけど、うん、でもまあなんかね、さっきも言ったけど、うん、そのね、頭のおかしなやつが欲しいの、とにかく俺の中では、ね、こんな考えがあったんだっていうのが欲しいの、うんうん、なるほどね。あ、でもね、そうなんですよ、でずっとね、それあね、目とかね、チンポもまだ分かんの、理解できるの、うんうんうん、でも、もっと全然違うところが俺は欲しいの、欲しいね、欲しいよね。でもなかなか西野さんみたいにぶっ壊れてる人あんまりないと思う、何で、加藤さんも十分ぶっ壊れてる人、いや、俺は全然普通だよ、でもね、だからこういう人たちを輩出する
全く違う形の美大を作ろうっていうね話をさっきねそうしてて、ね、でもまあ教育いらないかもね美術はなるほど、なるほど。俺はなんかあんまいらねえかなって思っちゃう。今の日本の美術教育みたいな感じでは絶対いらない。それはもういらない。いらない。全然いらない。だからそれは俺の中では、アート、なんだっけ、芸術と工芸って完全に、芸術、工芸、デザインって完全に、もう全然違うものだと思ってるんだけど、一般の人は多分一緒。いや、そうなのよ。特に最近、なんかその、ボーダレスみたいなこと言うけど、全然俺たち専門職だから、もう全然それもセパレートなんだよ。もうデザイン、なんかイラストとか、でも200%、もう全然違うんだから。それがやっぱりね、分かんないですよね。なるほどね。それはもう違います。そう、だから俺の中では。どっちがいいって話じゃないよ。種類が違う。違うということですよ。だから俺の中では、そのアーティスト、芸術のだけのなんかこういう専門的なことをやるような美術大学、大学じゃなくてもいいんだけど、そういうのが欲しいなと思ってて、でそれまあもうちょい頑張ってやりたいなと思ってるんだけどね。いいですね。校長先生でお願いしますね。校長ありがとうございます。はい、じゃあそこのですね、会長かなんかになってくださる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。皆さんの中で。ああそうですね。なんか飲み会でいいと思うけどね、俺。あ、俺たち飲むとエンジンかかるから。あ、なるほどなるほど。飲むだけでもだいぶいい話じゃない。飲むだけでもうちょっともう一歩もう一歩欲しい。もうちょっとね、うん、やっぱり飲んでスケベなことやるみたいなこと。いやいや違う、ちょっとカズさん、そう今あ、そうか、ちょっと早かった。おかしい。だから下ネタで入りすぎた。今ちょっと自分で分かったよ。すいません。でもね、本当にだからなんか新しい形でやっぱりそういう若い人たちとの交流ができて、なんか本当に何でしょう。そこの専門の中でどうやって破壊するかっていうね、ことができたら面白いですよね。俺ね、じゃあもうそろそろ終わりだと思うんだけど、あのね、アートっていうのは破壊行為なの。確実に破壊行為なの。でもアートがテロと違うの理由は、アートっていうのは破壊行為と同時に新しい世界観を見せないといけないの。わかる？これってぶっ壊すだけじゃダメなの。だから破壊行為だったら人殺しておしまい。両方あるんだよね。クリエイティブなやつと壊すとことね。だから人殺しただけだったらそれは多分テロで破壊行為だ。でもアートっていうのは破壊行為をしながら生まれちゃうんだよね。なんかブスって刺したらブスって生まれるみたいな。他にそのアーティストが別のやつを見せないといけない。だそこがテロと全然違うと思うんだけど、だからね、とにかくアートは破壊行為なんだけど、それじゃだけじゃない。ないってことですよね。だからそれまた新しいものを作り出すっていうような。両方いるんだよ。壊すのと作るのと両方存在してないと、ちょっとアートってね、成り立つ。壊した瞬間に何か誕生してみたいなことが起こらない限り。壊すだけだったら、だって破壊行為だから。それは犯罪者だね。だから簡単だし、破壊するだけ。簡単。誰でもできる、そんな。そう。ね。なんかもう本当に話が盛り上がってきて、ボトルもいくつか空いたところですね。ここで、少しあの皆さんからの Q&A とか質問コーナーはい、というのをやらせていただければと思います。いや本当にね、ちょっと盛り上がっていて、どうやって質問コーナーまで持ってこうかと思ってたんですが、まずそうしましたら私質問の方を読ませていただきますので。ちょっとやばいな、これちょっとまずこれはちょっとまあいいや、はい。これ西野さん。西野さん。はハンスの、オブリストですね、インタビュー受けましたが、現在の2人のドリームプランを教えてください。ないです。ただインタビューしただけです。別になんかあるわけじゃない、でもハンス・オブリストとは面白くて、俺がまだ全然全く無名な時に、突然なんか噂を聞きつけて、なんか電話してきた時があって、で俺もともとそういうアートシーンとは全く関係ないところが出てきたんで、そのハンスのことも全く知らなくて、会いたいって言われたけど、断って、俺今忙しいからって。ハンス・オブリストってすごい有名な人。ごめん、なんか知らない。評論家？はい、多分ね、この間見たら世界でアーティスト業界で最も影響のある2番目ぐらい、2、3番目ぐらいだった。で俺も今以上だ、すごい。じゃあそれは前なんです。だからそれはだから全然俺知らなくて、断っちゃった。断っちゃった。
小田中か、だから小田中が会いたいとか言ってきたけど、うん、まあ、全然俺分かんないから、うん、どこの誰か分かんない人が来て電話来たから分かんないから、あ、ちょっと忙しいからって言って、あ、そうなんだ、そう、今失敗したなと思って失敗したね、マジでもう西野さんらしいですよね。いえいえ、ではあの次の人、いや、俺アートシーンじゃないとか来てるからね俺あ美大でやってきたけど、うん、あのその屋外でやろうっていう時に、うん、アートじゃないところから俺はその一般のあんまりアートに興味ない人、うん、はい、見せようってとこ時点で俺もアートを捨てたわけ、うん、あ、そうです、だからそういう意味ではだから、まあ、あのそういう評価とかっていうところとではなくと、だからある意味ではパブリックが評価っていうような立場でやってらっしゃるってことですよね。 そう、でそれでまたなんか、うん、あのそのアートシーンで話題になってきてちょっとこっちの方に来てるんだけど、もともと俺の中では別にアートと全然どうでもいいわけ、はい、うん、わかりました、ありがとうございます、うん、次、加藤さん、ライバルはいますか？うん、いや、ライバルもいっぱいいるよ、それはね、うん、なんか、うん、アートって歴史もあるじゃん、うん、結局歴史とも戦わなきゃいけないし、うん、未来とも戦わなきゃいけないし、うん、要は若いやつも、うん、死んでるやつも全部戦わなきゃいけないから、うん、それはもう360度ライバルじゃない、うんうん、俺割と体育会系だから、うん、その、うん、普通に競争だと思ってるから、うんうんうん、ある程度までね、はい、ある程度レベルまで、はい、ある程度超えるとね、うん、競争とかなくなるけど、ある程度まで、うんうん、と思うけどね、うんうん、まあ競争と思ってますね、うん、ありがとうございます、みんなライバルです、みんなライバルですね、はい、うん、ありがとうございます。西野さん、ライバルは、ライバル、ファン・ゴッホ、レオナルド・ダ・ヴィンチ、適当、まあ、超適当なんだよね、マルセル・デュシャン、マルセル・デュシャン、はい、そう、あのちょっとまだ時間ありますか？あります、あります、これね、あのゴッホとマルセル・デュシャン、あのレオナルド・ダ・ヴィンチとファン・ゴッホと話したことあるんですよはい、はい、じゃあその辺のところをまだ時間ありますか？大丈夫ですか？大丈夫、大丈夫です、あのね、ドイツの美術大学で、すごいもうなんか一つのすごい作品に集中してて、はい、めちゃくちゃもうその作品にもうその作品しかないみたいな時があって、でそうしたら飛んじゃった時があるんですよ。麻薬やってません、やってません、私だけでもなんか出てるけどね、いつもね、脳からなんかなんか出てるかもしれない脳みそが出てるかもしれない、でその時に全然違う世界に一瞬行ってて、その時に俺ファン・ゴッホとレオナルド・ダ・ヴィンチとお話をして、なるほど、マジでマジですごい、初めて聞いた、そうよく言うよ俺全然初めて聞いた、だすごいよ、マジで、あ、一瞬だけ行ったの、一瞬だけ一瞬だけ行ったお話したの、ファン・ゴッホとレオナルド・ダ・ヴィンチと、じゃあ本当にで、どういう話をされた、いや忘れちゃったんだけどでも印象とか残ってますよ、残ってません、忘れちゃったの、あ、でもそう話したぞっていうねそう、なるほど、なるほどね、いやすごいですね、なんかもう本当にあのこの何でしょうか、あの天才西野っていうのがね、しもう楽しみにしてた、よかったよかった、これは天才シリーズ3回あるけど2回目がクライマックスだから、俺の中で、なるほどね、はい、違う、じゃあの冗談じゃなくて本当は話したのよ、あ、うん、本当それだけ信じて、分かった、でも何も覚えてないんだけど、うん、で、なんかあの夢を見た後に覚えてないみたいなやつではないと思うので、スピリチュアルなね、スピリチュアルな世界に行かれてねですね、いやいや、あの皆さんですね、あの本当にあの縁も竹縄ということで時間もだんだん押してきましたので、この辺で締めをさせていただきたいと思うんですが、なんか最後に一言言いたいことありますか？一言一言、あのとにかく、カメラはどこですか？カメラいっぱいある、あ、いっぱい、どこ、どこ、じゃ、どこでも、アートは破壊活動です、それだけで確実、それで、今見てるなんかアートに関係ない人がもしか見てたらしたら、楽しく生きてくださいってことというか、楽しく生きるってことは要するに破壊活動なんですよ。で破壊活動で人を殺したらそれは最悪、最悪策、破壊活動をしながら常識にとらわれずに、それで自分の価値観を人に広めるような、そんなような活動をしてください。だから例えば引きこもりの人がいたとして、もうなんかでも受け入れられない、でそうしてもでも自分の価値観を何か持ってる、でそれを表に出すようにしてください。そうじゃ変わりますから、確実に。ありがとうございました、はい、加藤さん、教育者みたいな感じで加藤さん一言、まあ、あ、まあ、俺ないかな、まあ、誰にのか、今日聞いてくださってる方たちから世界に向けて、あ、世界に向けて、難しい、まあ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 、なんだろうね、
全然思いつかない、うん、加藤さん。でもそしたら加藤さん明日パリですよね。明日パリで。でも関係ないよね、見てる人にね。あ、すいません。いやでもね、だから本当に今ね、なかなか海外で難しいんですけどね。うん、まあ、西野さんが言ったみたいな感じがいいんじゃないですかね。何それ。それがちょっと酔っ払っちゃったもんね。あ、そう。いや、本当さっき、でもそれは同じこと加藤さんも。いや、でもまあ、そうそう、そうそう。そうそう、そうそう、加藤さんもおっしゃってたと思うんですけど。まあ、やっぱ楽しい方がいいし。そう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 。うん、だからまあ、でも不真面目なのも良くねえし。はい、ということで、まあ、皆さん、はい、あの人生は1回なので楽しんで面白いことをしていくということがやっぱり人間の価値だということで、ね、本日は締めさせていただきたいと思います。本当に志乃さん、加藤さん、ありがとうございました。正直皆さんどうもありがとうございました。今日の名言は、そう、はい、それちょっといいね、セクシーの名言でした。どうもありがとうございました。違った。